はなんで一人かというと、ドッキリをしたいと思います。ドッキリというか検証なんですけど、ズバリ髪の長い彼女が突然短くなっていたら、ショートが嫌いな彼氏はどんな反応をするのか。このままなんですけど、彼氏のある社長は前に私が髪切ろっかなみたいな話をしたら、いや長い方がいいって、前髪も後ろ髪も長い方が好きみたいな話をしてたんですけど、なんでショートよりロング派なんですけど、突然私がくらい短くなっていたら嫌な顔するのか、顔が引きつるのか、どんな反応するのか見ていきたいと思います。見た瞬間ね、可愛いとか言ってくれたら一番嬉しいんですけど、え、切ったんみたいな反応されたらまあ残念なんですけど、ちょっと髪が傷んでるんで、成人式も終わったしバッサリ切ろうと思います。まあ、三つ編みして寝てたんでちょっとうねうねなんですけど、何もセットしてなくてこんくらい。まあじゃあでは行こう。ポケットに入れてカメラだけ出るようにして、うん、では行こう。ただいま。見て。立ってお願い。なんか変わったと思わない？顔？うん？違うよ。髪。こんな切った。うん。めっちゃ切っとるじゃん。なんで気づかんと、やば。いやいや、見えんかったんだ。ただめっちゃ切っとるじゃん。はい、ドッキリの題名が、突然髪を切ったらショートがあまり好きじゃない彼氏はどんな反応をするのか。寝とったけんさ、頭がすぐに回らんかった。10センチ以上来たのに最初さ、え、服何？だからわからんかったよ。なんかこうやってやっとったらさ、いつも長さあるんかなとか思って。え、でも似合うね。中学校ぶり、こんな短い。でもなんかだいぶ変わるね、印象。嫌だ？ん？嫌だ。別に違う。セレブな妻みたいな。でも一応ね、結べる。これはい、ということで寝起きだったからあんまり反応は取れなかったですけど、そんな嫌がられませんでした。悪くない。皆さんも急にイメチェンして周りの人を驚かせてみてください。今日は終わります。ありがとうございます。夏までに急激に体を絞って皆さん。